とガラスの井戸で2人合わせてナロモン。おはようございます。決まりました。寒いね。昨日無事に、はい、約6時間の移動を6時間の移動してきました。しましたね、はい、岐阜県は高山市にやってまいりました、はい、初めてです。私ビッグマック高山店さん、はい、私2度目ましてです。2度、そうなの。7、8年前に一度すごい前だね。そうすっごい前だね。私デビューしてない。あ、本当だね。そうだね。そう、ミコがちょうどデビューしたと時代に来たかなっていう感じなんで。それぶり？それぶりです。めちゃめちゃ久しぶりなんだね。でもその時はね、雪がね積もってたんよ。今日も雪が降るんじゃないかなってぐらい寒いよね、うん、降りそうなぐらいの寒さはある、うん、先週配信になった実践が、まあ、昨日なんですけど、うんうん、昨日バク出ししたら上着を買おうみたいな話をしてて、まあ、こういうことだよね。上着変えてないから。上着変えてないよ。ヒートテックだけ買った。私たちが買ったのは990円のヒートテックのみ2枚。それだけ。しかもワリアがごちそうしてくれたヒートテック。ごちそうっていうの。ヒートテックごちそう。なんか今ワリアのヒートテックのおかげで今抜く。大丈夫、うん、ごちそうさまでした。耐えてる。耐えてるわ今。私もヒートテックでも持ってる、うん、今てる、ね、自分を自分を持ってます。今日こそはコートをね買って帰れるように実践機種の方が、はい、ダメ、マリアさんから言っちゃダメ。私から言うわ。なんでダメなの。マリアさんの記事は特殊だから。そんなことないよ。私はチバリオ34台ステッチで、まあ、朝からね常連様から、ね、もうチバリオや言ってたんで。言ってました。もうそこら中から聞こえてきたチバリオっていうワードが。チバリオ、まあ、自分が取った台は、うん、絶対衝撃。何台ステッチですか。それバラエティ余裕でした。誰もいなかった。まあ本当にみんなチバリオに満台だったんだよね。満台、もう満台だね。もう満台になって、うん、悩んだけどね、すごく。何と悩んだの。バラエティコーナーの一台の絶対衝撃と何と千葉リオ、うん、メイン一番大数の一葉リオと一台の絶対衝撃、悩んだ結果、絶対衝撃君を選ぶという、これが五十嵐マリアです。今日はなんかいけそうな気がするね。そうだね、うん、いきましょう。前回のちょっと負けがありますので、はい、今回はしっかり出していきたいなと思います、はい、それでは頑張ります。せーの、7班。あ、ごめん。なんかごめん、なんかごめん、合わんかったね、久しぶりに。なんかね、メガネがすごい曇るのね。曇ってるね。この季節ほんと曇るのね。曇ってるね、今ね。もう気になりすぎて、うん、ごめん。いける？ちょっとメガネまだ曇ってるけど、いける？もう気にしない。いける、うん、自分の視界はこっちに集中します。メガネじゃないよ。いきます。それでは本日も頑張っていきたいと思います。せーの、7班決まった。決まった。さあ、それではチバリオ沖縄打っていきたいと思います。沖縄、おお、もう朝から本当にね、常連様がもうチバリオチバリオって言ってて、で今日はチバリオを打っていきたいと思います。今ランプがつきました。でもなんか前代リセットだからみたいなのを言われていたので、多分ランプも全部消えてたんじゃないかなと思います。とりあえずリセット、まあ有利区間移行時にチャンスのある台ということで 50% で天国チャンスですね。でチリを引けば引くほど前兆の期待度が上がってくる。はい、ということで、絶対衝撃打っていこうと思います。メガネの曇りも晴れたので、はい、視界良好、頑張ります。最初バトルボーナス超高確率だったよね。あー、押しずナビ出た。もう終わりだ。とりあえず朝一のチャンスは逃してしまったんですけど、気にせず打っていきます。あの、チャンス目、お、開いてくれました。よし、あ、おった、プッチドロイ、これはたまるんじゃないか。溜まっただろう、マックス。
やっと普通だな。デート以外、あーデート、一周期目でどうかなっていうところです。お、赤文字決めキャップ、あ、いいねいいね、もう一個上がれば、あ、来た来た、あ、これほぼほぼ当たりじゃない、うん、ほぼほぼもらったんじゃないかと思いますが、一緒に帰る、あ、告白タイム、文字は普通、そこそこだよ、大丈夫、あ、でも画家文字いけるね、これは、あ、ハトに入った、もうかわいいです、ありがとうございます。え、最高、はい、当たる音だけ大きい5000円です、139ゲームやりました、バトルボーナス、さあラッシュ入れよう、絶対領域、あおー難しいかな、集中 領域だっけに入らない、嘘でしょ、こんなあっさり終わるっけ、あ、だよね、継続するんだよね、継続しました、さあ来た、ここだよね、ここなんよね、ほい、あー、ダメか、やばい、もうこれ終わる、何にも何にもな、あー、ちょっと待って、あー、ダメなの、さよなら、何にもできなかったよ、こんなに盛り上がらないことある、お、15、ちょっといいペースで来てる、この15で当たってくれませんか、あ、遅れた、遅れました、誰が今日チェリー、結構落ちてる中での全長値だったり100分の1で落ちる強チェリー、これはもう当たってるじゃない、ほら、また匂うぞ、プンプン匂ってるぞ、いつ光るのちょっともう光るもんだと思って、ちょ、数が数えれてないんですけど、チェリーの20回を超えてる、でも、あ、光りました、あ、よかった、やっぱり332、投資が10、今ちょうど貸し出しをしたところで12本です。さあ今日一発目、これは通常の光かな、バフンバフン、おー、やりました、ビッグボーナス、オッケー、こ、もうかなちゃんを頑張って、あ、かなちゃん、あんちゃんを光らせようという台です、1ゲーム目ですね、光れば、今ここの下に傘がピンク色のがついてると思うんですけども、ピンクがビッグで白がレギュラーボーナス、まあ、天国に上がってたらここがどん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 色がついていくという、こっちにもありますよ、10個まで、私2個までしかつけたことないですけども、まあ、ここまでいたら強いよね、全部ピンクとかで、はい、はい、終わりました、
228枚。さあここから32ゲームいきます。この間もチェリーです、チェリー28、29。さあ、あでも今ランプ消えた、ランプ消えたってことはいたってこと。で上のゲーム数で今30じゃないですか。あのチェリー2回引いてるんでそれが疑似遊戯になるので、それをこのデータカウンターは疑似遊戯をカウントしてないので30の状態で、でも実は30に回ってることになります。今ランプ消えました。え、ここまで高山まで来た道のりくらい遠い。昨日もうしずちゃんと石津と一緒だから、一緒にねプチ旅行みたいな感じで2人で移動してきたんですけど、8割私寝てました。やっといい周期目レッド天国でやってほしいです。あ、え、嘘でしょ、本当に何にも何にもいいとこなかったんだけど、何にもいいとこなかったよね。あ、悶絶柄っていうのかな、悶絶柄出ました。マジ本当にびっくり、絶対ダメだと思った。天国で当たったよ。200ゲームです。9000円投資。ちょっとね、一周期回すのがめっちゃねゲーム数かかっちゃったんで、はい、バッテリーバトルボーナスです。はい、ラストバトルボーナスは終了しました。青い方さ、集中、絶対集中領域、よし、はい、お、来た、お願い、はい、あー、そこで入ってたら、あーダメだ、してたら継続してたよね、してたのに、あー遅れたよ。パイナッポーの後でしたね。お、マジ252ゲーム追加投資して15本で本日2度目の傘が光りました。ビッグがいいけども、ここはレギュラーボーナスです。レギュラーボーナスは30ゲーム。いやでも思ってる以上に早かった。さあ今度こそお願いします。いきましょう、32ゲームのスタートです。あ、境地引いた23ゲームで 50% やった。あ、なんかこれ点滅の仕方が特殊だな、同時点滅なのかな。ビッグパンパンパン、なんか途中いやパンパパン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 みたいな普通の同時点滅なのかこれ。なんかちょっとリズム刻んでる気もせんこともないような。さあビッグです、やりました、嬉しい、よかったです、本当に心の底からありがとうございます。レギュラー1回ビッグ1回で258枚。およよ
あ、ポーチェリー5ゲーム、これをもらったっしょ。ほら、しかも2連続なんで、これはまた2連続チェリーを当たりです。おお、また同時ビッグ、同時ですよね。はい、やりました。これで3連目、白ピンクピンク、オッケー、いい感じ。480枚、さあ新記録目指してこの32ゲーム間しっかり光らせます。早めに、はい、おー、高速点滅やりました。あと新記録です、チバリア新記録4回目、ビッグやりました。7ゲームで離れんです。ということで箱を使いたいと思います。みんな周りの人の仲間入り、早いよ早いよ、あっという間に1万円使ってしまった。あ、これでほい、たまったと。早い、今回早かった、1周勤目。デートか、デートです。あら、当たってるんじゃない、もうグイグイ来なさいよ言うてますから。ずっと怒ってるんですよ。あ、これでも当たってるよね。押して押して押す、押し倒すは良くないよ、うん、間違ってる、あなたの教科書間違ってますそれ。だん、あ、すごい勢いで機嫌良くなってる。すごい積極的やな、手つないでみないとか言ったことないわ。あ、でもここで行ったけど大丈夫、大丈夫よね。あ、ほら赤文字、いけるでしょう。はい、よし、とりあえず全部天国で当たってる。だからここ入らんと、入らんとあかんねよこれ。83ゲームです。投資がね1万円ジャスト500枚出せばいい。バトルボーナス終了。はい、レベルがね、あ、まあ、あ、いい、いいよいいよ、来た、そろそろフッチュ、もう一発飛行。あ、何、あ、あ、え、あ、来た、乙女の怖い一面が、乙女の怖い一面出ましたありがとう、ありがとうございます。やっと入った本日券、これ多分あれデフォルトですね。なんかあれで設定資産みたいなのがあるんですけど、やりました、ラッシュゲット、3回目かな、3回目でやっとラッシュです。500枚を出そうね。あと残りゲーム数は即抽選。おっと、今下パネがね、ブブブブって、なんていうの、誓った。ってことはね、ほら来た、ストックだよ、なんかピンクだし押すところも。やったー、1個ストック、1個ストックできた。はい、1個ストックして衝撃ラッシュスタートです。伸ばすぞ、はい、はい、1個目赤ですね、赤7のプラトニックボーナス。
チャンス告知でいきます。お、また広告5ゲーム、あー来た、待って、緑だから分かんない、赤でも外れるからなこれ、はい、でもカットインが出てきてくれるっていうのはドキドキできるから、ドキドキをくれるのはありがたい。スイカな、あ、プッチェ降格、スイカでプッチェ降格入った、いやまた降格入った、降格、あ、あ、待って待って待って、また下っ骨、下っ骨がチカ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 鳴ったよ、鳴ったということはよ、そういうこと、そういうことだ、あと2つはボーナス出てきます、いや悪くないってありがとう、あ、チューしました、2セット目終了、枠80枚、もう一個あるね、もう一個ある、はい、赤、赤ですね、赤7ボーナス、まだまだ行きたい、まだまだ、やばい、ラスト、あとがなくなった、317枚、ここね、あー、あるかも、あ、全然ない時も全然あるけど、あるかも、ないよねないちょっと期待した、311枚で終了です、まだ終わってない、ここからの引き戻しがある、グーレベルが低いと厳しいんかな、やっぱり続いたりはしない、終わりました、300枚ぐらい、取り返せてません、ちょっと自分がパッとしない感じなので、じいちゃんの様子を見に行きたいと思います、1回ラッシュ入ってでも飲まれてガンガン通しって感じですね、でも私も15本使ってる今、まあ、今連チャン中なんだ、そうそうそう、今天国、そうちょっと見てくる、絶対正規ダメでもまだチャンスあるから分かった、縛り用は開いてないんだけどごめんね、縛り用だね、でも縛り用開いてないんでいっぱいなんですいません、大丈夫マリアさん、あ、入る隙ない、入る隙ないです、いやすいません出る幕ない、ないっすよ、ごめんなさい、あったらまた、あの、あったらお呼びに行くので、一旦すいません、すいません、すいません、とりあえず絶対衝撃はやめようと思うんですけど、今1万2000円使っててまだ軌道修正できる金額だと思うので、で、で、絶対衝撃からだったら、まあ、どこに移動してもいいかなって正直思ってて、移動があるので6号機にしようかなとは思ってます、ということで、宿命に移動してきました、気持ち新たにスタートしたいと思います、661枚で終わりました、あと次当たれば、プラマイゼロにはなります、さあ5連目があるのか、お、1ゲーム連射ってことは、え、1ゲーム連キャッチュー、え、キャッチュー、あ、具志堅さんの声だ、キャッチュー、この具志堅さんの声が発生すると高設定示唆みたいな情報だったと思います、すごいチャッチュー、チャッチュー、チャッチュー、チャッチュー言ってた、5連終了して867枚プラスになりました、はい、いきます、あ、送る、すごいタイミングで光るのね、あなたびっくりしちゃったじゃない、ありがとうございます、やったー、6ゲームで
そして来ました右側に嬉しいめっちゃ嬉しいやなんか分からんけどやったはい最後はリプレイで終了です。1040枚1000枚超えました。終わってしまう。30にはもう今音鳴りました。鳴ったか。え？鳴ったか。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。嘘、嘘、嘘。あ、やっぱりあれ、やっぱりあれ無音だったよね今。で今ゲーム数で言ったらちょうど32なんですよ。32ゲーム目見ました。よしまたビッグボーナスです。これで567。7連目です。終了です。1242枚、7連、いきます。わあ1ゲームでした。でも点滅が通常かな、なんか早くなったりとか別にないですもんね。レギュラーだ、通常点滅でした。久しぶりのレギュラーボーナス、これで、8回目です。いけるよ、あと2回。今のところ8回中、ビッグが6回のレギュラー2回っていう感じになってます。9回目。さ、3ゲーム目のチェリー多いな。ここは今日じゃない。おお、下パネも消えました。消えました。さあビッグボーナスこれで9連目です。あと1個だ、ついに来た。次勝った瞬間10回目。嬉しすぎだろう。よし行きましょう。いけるよ、この感じいけますもんね。うん、始まりました。32ゲーム間、なんか3ゲーム目にチェリーがね落ちることが多いんですよ。ここほら本当に落ちてきた。ジャック、次は7ゲーム目。おお、やりました。さあビッグボーナス、レインボーになる10回目来るとレインボーになるみたいです。あー、そうですか。あ、ちょっと、あ、曲変わってません？すごいポップになってません？ノリノリよ、ノリノリ。あ、終わった、終わりました。ちょっと終わったことに気づけなかった。だいたいいつもカウントダウンして気持ちを込めてレバーを叩くんですけども、ちょっと気づけなかったな、違うこと考えてた。大丈夫かな、不安。いけます。さあランプが消えました。ということで今回の連チャンは、10連、1600枚ちょっとかな。でも、結構なプラス、約1000枚ぐらいプラスには持っていけたので、まだまだこの後後半戦も、この台千葉リオがまた出てる、今ランプ消えたんでね、この後また行けばとんでもない出玉を作れるかなっていう回にしたいなと思います。とりあえずよし、中間報告、来ました。今日は元気よくこれしたへいへい。何の歌？前回はちょっと元気なかったからさマリア、今日は千葉リオの日だった。絶対正気の日ではなかったなんかね、うん、私は結構自分のことを信じて行動するタイプなんだけど、うん、今日に限っては人の意見をちゃんと聞いておけばよかった
って思った。朝からもう千葉リオしか聞いてないから、いやーワードは。そうだね。そうでも本当にみんなが言ってる感じの光景だった。千葉リオね、千葉リオめちゃめちゃだからさ、出てるように見えるんよ、まあ、そう、それもあるね、うん、大きいからね。いつもよりも出てるように見えるから余計なんかざわざわしちゃうよね、うんうんうん、でもやっぱりずっと満台空いてないもんね。空いてないね今のところ。みんなで楽しくやってるわ。投資は3万3万ぐらい。あかん、3万ぐらい。あ、3万もいってない、3万ぐらい。おー、うん、おーではない。まだ2人合わせても戦える状況なので、まあ、後半次第、まあ、ちょっとだけね、うん、後半次第っていうことなので、うん、ぜひ明日見ていただいて、ね、はい、クオカードを1枚でもプレゼントできるようにっていうことなので、はい、頑張ります、マジで、はい、あ、頑張るって何かしてる？出玉を出す？違う、縛り用って、縛り用の意味、頑張ってって。え、そういう意味なの？うん、絶対チバリオの日じゃん。じゃあマリア、チバリオマリア、チバリオで頑張ります。はい、ということで、チバリオで頑張りますということで、はい、まあ、明日配信されますので、ね、結果は明日ぜひ見てください。頑張ります、頑張ります、チバリオ、チバリオ。